はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レクセンリン講の雲野です今日はですね令和2年の司法書士試験最終合格2回目合格でいらっしゃいます、えー、あの木内さんをお呼びしまして本試験の実際の問題冊子を今日お持ちいただきましたので、えー、本試験当日にどのように問題を解いていらっしゃったのかということをですね貴重な話を伺っていこうと思います、えー、それではあの木内さんあのまず、えー、簡単に自己紹介していただいてよろしくお願いします はい、えー、と実践力パワーアップ講座を受講して令和2年度の司法書試験に最終合格しました木内と申します。よろししくお願いいますはい、えーとこれはまずあの本試験の今年の令和2年度の本試験のまあ午前の科目なんですけど、えー、とまず、ですね僕午前の解き方としてはまず民法から解きます。 というのはやっぱり民法が一番配点が高いのであの一番配点が高いところをまあ一番頭がクリアなときに解きたいというふうに思ってやっています。で、えー、と本試験のときにです、ね、気をつけていたのはやっぱり時間配分です。で、この一番左の上にも書いてあるんですけど、えー、とまず9時半から始めます。で、えー、とでまあ,あの一周するのに何分ぐらいかかるのかっていうのをだいたい自分でも見ています。のるに 59分10時29分から2週目をして10時37分10時45分でまあ大体4週ぐらいして見てます。で、えー、と解き方としてはまず最初に僕選択肢を「あ」から見ないんですね「えーと」えから見ます。っていうのはあの結構模試とか当練をやっていて思ったことなんですが「あ」の選択肢って難しいことが多いんですね、まあ、引っ掛けられるというか。でなかなかこう点数が伸びないなというふうに気づいて。 でまあ、知識は入っているのになぜか点数は伸びないどうしたらいいんだと。で復習をしてみるとなぜあの下の方の簡単な選択肢から読まないんだろうっていうのを自分で疑問で持ってでやってみたところ、まあ、点数がもうそれの取り方をしただけで何点か上がったのでもうそれぐらいこの方法でやっています。で、まあ、AO で、えー、とまずそうですね、まあ、問題文を読んでで、まあ、実際に何を聞いているのか、まあ、今回と不在者の財産の管理および失踪、えー、宣告に関するですね。で あのこれも本試験を分析してて思ったんですけどなんとかに関するなだけでもうこれ以降は基本的にもう正しいか誤っているかだけ読めばいいっていうふうにもうだいたい本試験の構造が分かったので,で読んでますで正しいものだったら大きく丸を押してっていうふうにやってますで絵をでまあ読んでいってであの分かったのには大きく丸を押してとかっていうんで分かんないのにはハテナを押してとかそういうふうにやってますで僕ですねあの 答練を解いていて結構反省点があってでそれはまあマークミスをしてしまったというのがあの反省点でしたで、えー、と実際にえと自分で自己採点をしてみて、まあ、これだったら5っていうのをつけていてで正解だと思っていたんですが、まあ、成績を開示してみると実際にはそこは間違っているとで、まあ、そこもかなりあの注力して見ていましたで僕の場合なんですけど、えー、とどういう間違いをしてたかというと、まあ、5で丸っていうふうにしていてで 近くに数字が書いてあるのが見えると思うんですけど、まあ、５って書いてありますと。で、間違えていたときは５のところを丸してても、でも４って書いてしまっていたときがあったんですね。で、そのまま４をマークしていたということがあったので、ちゃんとこう５っていうのを書いて、まあ、近くにま同じ数字を書くということで意識してやっていました。で、結果として今本試験でもマークミスがなかったです。で、隣の問題とかは分かりやすいんですけど、本当に今不安の時とかはもう何回もこう書いたりして、あのちゃんと自分でマークをしているずと。 結構ですねあの本試験を受けた後って皆さんここが不安になるんですよね。まあ、本当に名前書いたのかなとかマークミスしてないかなということは不安になるので、まあ、これぐらいやっておくということがまあいいかなというふうに思います。そうしたらまあ絶対にマークミスはしないということなので、まあ、本当にこの点数だと思ってやっていたのにでも実はまあ,あの蓋を開けてみたら点数が低かったというのは本当にもうもったいないところなのでそこはまあ撲滅していった方がいいかなというふうに思います。 でえー、と午後に関してはあの1問目から解いています。これも令和2年度の午後の試験のところなんですが、まあ、基本的には同じですね。えーとまあ、午後もかなり時間配分あのタイトになってくるのでかなり時間配分を見ていました。で同じくで大体、えーいいまあ、不動産登記法に行くときまでに。えーと まあ何分ぐらいかかってとかそういうのをだいたい見ているようにしました。でまあ択一は同じなのであの割愛させていただくんですが次に記述に関してですね。えっ、ー、と僕結構あの色分けをしています。でもうちょっとすると、まあ、全体像こんな感じなんですけどえっ、ー、とまあ実際に解いたのと同じ順番でいきます。で僕消灯法から解きました。 衝突法から解いた方があの点数が安定すると思ったので衝突法からなんですけど、まあ、これはいろいろ解き方があると思います。で、えー、と色分けをしてるんですけどこれはどういうふうに分けているのかっていうと、まあ、申請日ごとで分けています。で、えー、と特に衝突法だと本試験の場合だとまあ2つに日程が分かれるんですね4月22日にまあ登記すべきものと7月6日に登記すべきものであとまあ登記できない自由がある時か、まあ、ない時かというので分けています。 でえーとまあ、ざっくりとこう見ていただければと思うんですけど、まあ、非公開会社というのをまあ大きくやっていったりとか、でえー、とやってますね、でまあ、こういう感じですね、でまあ、実際に3か月以内なので、まあ、12月末が決算機の会社なので、3月末であの順位になりますということとか書いてあります あと令和2年度の本試験の特徴で結構、まあ、いらない情報がいろいろあるなというところがあったので,で今回その株定時株主総会議事録が出てるんですけどこの人は実際登記されていたので、まあ、大きく登記済みというふうに書いて、まあ、間違いがないようにしています。であとは、まあ、1件目と2件目、まあ、もしもその問題文を読んだ時点で、まあ、何日までにっていうのはだいたい分かってくるので。 そうするとじゃあ日付的に見てこれが令和2年4月10日のものなので、まあ、ここまでが1件目ですということで分かりやすくしています。でォート法だと特にこの色分けっていうのがあの有効になるんですけどその株主総会議事録が何枚あったっけとかあの取締役会議事録が何枚あったっけみたいなことをこうペラペラ皆さんこう確認すると思うんですね。でその時時ににすごく焦ってていいるる同じ色でマークしていると僕は 何枚あったのかっていうのが分からなかったのでもう色で分けてでそうするとすごく風安くなってでそこの減点が減ったのでそのようにしています。であと当案構成用紙に関しては僕は商業登記法に関しては役員図だけあのこっちの方にきれいに書くようにしています。であとのあの資本金の変更とかに関しては結構書き込んじゃってますね。まあ非常にあの 汚い字なんですけど令和2年の4月18日にまあ増資してますね、9900万でプラス900万ですっていうのとか、で、見えるのかな、この辺ですね、で令和2年の4月20日に、えー、と株式も発行していて、で、プラスいくつで、で、金額がまあいくらになってますっていうの、まあここのところに書いてあるので、で逆に、えーと、情報を一元化できるというところが、 間違いなくなったポイントだと思うので、消灯法に関してはこのようにしています。で、簡単に不等法のところ。移りますね。不等法も。同じくですね。一件目と二件目分かれると思うんで、そこで分けています。で、まあ、どういうところをチェックするのかって言うのは、多分皆さん人それぞれだと思うんですけど、まあ。物件のところとか、あと、まあ、いつ。どういう、誰から依頼を受けたのかっていうところ、まあ、わかりやすく。やっています。 であとはですね、えー、と今回あの令和2年度と遺言書が出てきてで財産目録に関してはタイプライターで書いてあるっていうところなんですけど、まあ、多分普通に、えー、と相続法の改正後の日付だったんで皆さん大丈夫だろうっていうふうに思われたと思うんですけど、まあ、厳密に言うと平成31年の1月13日以降の遺、まあ、言書なのでこの形式で OK だなっていうのを見てで その後の判断に移っていったというのがありました。で実際の答案構成用紙としてはまあこのような形で、まあ、本当にまあ所有権構成って書いてあるんだろうなみたいな感じであの汚い字ではあるんですけど1件目のところでこういうふうに登記する2件目のところで,で3件目のところでという形で分かりやすくしています。であとは、えー、と本試験当日に持っていったものに関してなんですが。 今まであの解いた記述の過去問ですとか、あと、答連の用紙というのを持っていってました。で、実際にあの解いたときに、まあ、答案用紙をコピーして、で、まあ、丸付けをするんですね。で、実際に、まあ、ここのところは、まあ、統計形態を判定するために、まあ、ここに書いてるんだよとか、まあ、あと、まあ、この辺ですね。えーと 見なのでまあほんとにあの運の先生もよくおっしゃるんですがその記述を解いた後にまあほに自分へのこう反省文として書いてであの絶対にもう間違えないですというつもりで見るとで僕の場合は本試験のお昼休みもこれを見てあこういうところで間違えたんだよなここのところは難しいんだよなというところであの見直していました。結果的に本試験ででは枠ずれをしなかったの,であの、まあ こういったお守りというかあの実際に本試験当日まで自分のルーティーンを決めてやっていくことによって、まあ、結果が出たのかなというふうに思います、はいえー、と僕の話は以上になります。 はい、それでは、木内さん、大変貴重なお話、ありがとうございました。ぜひです、ね、参考にして、皆さんも後に続いていただきたいと思います。それではです、ね、き今日は本試験当日の解き方について、合格者の木内さんにお話を伺いました。皆さん、ごご清聴どううもありがとうございます。